こんにちは、大和くんチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日ね、3ヶ月ぶりぐらい、本当はね半年ぐらいの気分なんですけど、このマンションに越してきて初めてのコストコのお買い物になります。たくさんねお買い物してきたんですが、その中で、冷凍食品本当に最低限、あんまり冷凍室がね、皆さんご存知の通り縮小したもんですから大きくないので、冷凍食品最低限のものを買っております。はい、最初にね、これ初めてだと思う、茨城県産の紅天使っていう焼き芋、これもう焼いてあるお芋になります。これをね買ってきました。これがね何本入って、 1,2,3,4,5,6,7 本も入ってます。これもうね、もちろん焼いてあるやつです。よいしょ、ほら、こんなほどほどのね大きさあるよね。はい、こちらですね、自然解凍、5分自然解凍で食べれるって書いてありますね。まだでもちょっと硬いかな、今開けたばっかりでね、ここからコストコまで30分ぐらいかな、ちょうどね。それでお買い物してきたので、ちょっとほどよく溶けたかななんて思うんですけど、まだ硬いです。これ常温で5分で食べれるっていうことなので、1本か2本で常温にしておいて、あとはまた冷凍したいと思います。こちらね、ジップロックの方でね保存しておきます。これ冷凍室行き、そしてこっちはオーブントースターでもね 2,3 分で食べれるというので、まあどっちにするか分かんないけど、とりあえずこれは常温で食べようかと思っています。はい、はい、次ね、冷凍食品がいつも買っております桜鶏の手羽元です。こちらね 2.5 キロのが4つですね。こんな感じです。これ骨、手羽元だから骨付きなのね。このままオーブンで、塩コショウでオーブンで焼くタイプです。いつもね手のかからない簡単なやつ。これね結構 2.5 キロでも入ってんですよね。さつまいも乗せたお皿だけど消費期限24年の7月18日、1週間ぐらいのあれになってるけど、1袋あたりにね結構 2.5 キロってね結構あるんだよ。ほら1袋あたりこれだけ入ってます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 本入ってる。これはこれぐらいのあれが、手羽元が。これね、塩コショウ振ってオーブンで焼くだけです。あと残りはね、このまま冷凍しておこうと思ってます。袋から出さないで、そうするとね、そのまんま今日食べようかななんて、今晩食べようかななんていう時に、朝冷凍室に出しておけばね、冷蔵室に出しておけばそのまま戻るので、このまま冷凍いたします。はい、こちらシュリンプカクテルになります。エビのね、蒸したやつなのかなこれ、シュリンプってね、蒸しエビだよね。初めて買ったかな、2回目かな、うん、ここにソースがついてて、このままもう食べれるタイプになります。でもいっぺんにこんなに食べれないので、今晩半分食べて、あと半分はエビチリかなんかかな、そんな感じでこのソースをつけていただきたいと思います。これはね、もうカークランドのね、有機食パンなんですけど、もう毎回うちの定番ですね。でもここのとこ久しぶりかもしれないよね、半年ぶりぐらいかもしれない、半年以上空いたかもしれない。ずっと買ってたんだけど、2本入ってます。ずっと買ってたんだけど、なんでやめたんだっけ、なんでだろう食べ飽きた、うん、か何かして、うん、これもあれだね、厚さがこれぐらいの厚さ、薄いのでね、1枚ずつ冷凍にして、まあ、半分は常温にしといてもいいか、あと半分はやっぱり冷凍にしておくようかもしれないね、ラップにくるんでね。そんな感じでいただきます。すごいこれいっぱい入ってんだよね、いろんなものがね、21種類入ってんのかもしれない。キヌアとか全粒粉、小麦粉、ライ麦、ひまわりの種、甘油とかね、めちゃくちゃ入ってます。なんか体に良さそうでしょ、
はい、これも定番のバナナです。大きくてね、なんていうの、新鮮で、新鮮だよね。ちょっとまだこの辺青いぐらいだもん。でも1日2日ですごい甘くなるし、1本あたりの大きさもすごく大きいんだよね、これね。このバナナ超お得なので、最近は牛乳とかで朝スムージーみたいにして飲んだりすることもあるので、こちらのバナナ 1,2,3,4,5,6,7 本ね、お買い得品購入してます。鹿児島県産のピーマンになります。すごいよこれ、3,3,4,5,6,7,9,10,11,12個入ってます。すごいね、株式会社坂上さんっていうとこね。昔さ、よく見ないで買ってきて腐ったピーマンが入ってた時があって、その時からピーマンなんか怖くて買わなかったんだけど、今回結構ねよく見て買ってまいりました。傷みやすいんだよね結構ね。これね、生で食べたいの。ミートボールとかね、ここに挟んで生でパリパリ食べるのがピーマンの美味しい食べ方です。こちらお買い得のね、キノコ2種、エリンギ。塩焼きしてもいいし、バター焼きしてもいいし、細かく刻んでね、いろんなものに使えます。これいっぱい入ってます。雪国舞茸です。舞茸エリンギはね、やっぱりダイエットにも欠かせませんので購入しております。お吸い物にしてもいいしね、ご飯に入れてもいいので、舞茸おすすめ商品だと思います。プリマハム、ロース生ハムです。豚ロースのね、生ハムになります。これ北海道の工場で作られたものですって。賞味期限がね、24年8月3日になってるので3パック入ってますけど、このままね、1回ずつ食べるのにちょうどいい組み合わせかななんて思って、1パックあたりに13枚入っております。こちらも好きだもんね、あなたね。はい、購入しました。はい、モッツァレラチーズ、まあナチュラルチーズ、これいつも割とうちはこれ買うことが多いかな、うん、こんな感じで、このちっちゃいのが2,4,6,8,10,2,4,6,8,24個、これ一つにね3個入りなんです。ミニのねチーズが3つ入ってて、これが24個入ってます。サラダとかね、そのまんま何の付け合わせにでも使えるので超便利です。おやつにも食べれます。ヨーグルトでございます。これもうちの常に買ってる、常備品になりますね。岩手県の湯田牛乳さんで作ったものになります。プレーンなんだけど、すごいこのままね、ジャムとかつけなくてもあなたも食べれるもんね、これだとね。酸味の少ないすごく美味しいヨーグルトです。ちょっと値段的には高いんですけど、それでもイオンとかね、そういうスーパーで買うよりはコストコの方が安いと思います。長崎県産の手延べそうめんを購入いたしました。これ今回初めて買って、今までのシーズンでもこの手のそうめんは初めてだと思います。私の記憶する限り、当てにならないかもしれないけど。買ったことないないよね。結構ね、値段がお安かったので、割と冬場でもさ、そうめんなんかね、さっとね食べれたりするので、1キロ20束入ったものが2袋になっております。賞味期限がね、26年の9月30日ということですのでね、たっぷり時間もありますので、今回こちら購入いたしました。前回買ったリピーター商品になると思います。マンゴーのジュースです。果汁 20% なんですけど、すごい美味しいのね。まあ甘いっつったら甘いんだけど、でもこのマンゴーの味がすごくよくって、また次買いたいよねなんて。 100g あたり59キロカロリーだから、まあ、コップ1杯で110カロリーぐらい、120カロリー近くあるんだけど、美味しいのでたまにまあいっか。ということで購入しました。はい、こちらは食物繊維入りの4種のフルーツこんにゃくゼリーです。いつもね買ってるこんにゃくゼリーが見当たらなくて、袋に入ってたのがね見当たらなくて、もしかしたらこれなんて思って、あ、そうだそうだ、ほらやっぱり同じだ、うん、そうそうそう、
こんな感じでね、4種類の味、グレープ、ピーチ、アップル、マンゴーの4種類の味を楽しむことができます。一口サイズのゼリーです。ちょっと小腹空いた時ね、おやつにいつもね、常備品としてお菓子として用意してたものになります。これをこちら購入いたしました。はい、こんな感じでいつでもどうぞお食べください初めての購入だと思います。井村屋のゆで小豆になってます。小倉トーストにしたり、 お団子とかプリンとかお餅はもちろんね、そういったものにも入れて食べることができます。このね、パウチになってるのがいいでしょ。これほら、10袋10個です。そしてね、何よりがね、 100% 北海道産の小豆と砂糖と塩だけで作られた商品になっております。絶対体にいいよこれこのままね、お餅なんか焼いたお餅にかけてもいいしさ、トーストで食べたいよね、そう思って今回購入しました。料亭の味、丸米のインスタント味噌汁になります。即席味噌汁、生味噌タイプでございます。これさ、72食入りだよ、すごくない？油揚げとわかめと豆腐と長ネギの4種類。これは味噌とさ、あれが別々、具が別々になってんのかな、だからちょっとめんどくさいから一緒に入ってるやつと思ったんだけど、あまりにもお買い得だったのでこっちがね、具の方が、これが油揚げ、豆腐、長ネギ、わかめですね。そして減塩のお味噌が、これは全部共通ね、のお味噌が入っております。こんな感じでね、今回購入いたしました。朝でも昼でもね、いいもんね、すぐ食べれて、超便利です。はい、こちら久しぶりに購入しました。大和くんのね、うんちの処理袋になります。300枚入ってます。もう前に買ってから、前結構さ、ネットで買うことが多いんだよね。でも今回コストコにちょうどあったので購入しております。こんな感じでね、バラで入ってます。もうここにね、袋がもう、内蔵されてるから、この袋いちいち買うよりね、こういう感じで大和の落とし物を取ったらばこのまんまペローンってして、もう匂いとかこれしないからいいよね。ここでグッとして持って帰ってくるっていう感じでね、超便利なので、これ使ったら他の使えないよね常にどこに出かけるのにも、ちょっとその辺のお散歩にもこれ利用してます。はい、そしてすごいタイミングでね、今日最後の1個使い、最後の1個です。今うちでのトイレで使ってるのトイレットペーパーになります。30ロール、6ロール入り のトイレットペーパーが、5パック入ってるんだよね、この中にね。6入れが5。5入れが6だね。6入れが5。5。これが5個入ってるの、ここにね。これが6入れ。これがね、幅が114ミリ、2枚重ねでね、42.9メーターです。これね、また良くなったんだよね、コストコの。コスコさんなんかもね、水で溶ける実験とかしてたみたいなんですけど、保存期間3年っつってるけど、うちはちょうど3ヶ月でなくなりましたはい、本日のこれ一番のね、メインのお買い物商品になります。はい、本日のね、お買い物点数18点、総額は21,606円でございました。
久しぶりだったけどね、結構お得商品、特別値引きになってるものは、結構値引きになってるものあったんだけど、今これ今必要かなって思った時にちょっと今日じゃなく今日ここで買わなくてもいいよねなんて思ったりしてね、随分横目で見てきたんですけど、でもまいたけとかね、リンギとかキノコ類とかピーマン類なんかも結構これ特別価格になってたんじゃないのかな、うん、安くなってるなってたような気がして今回購入しております。夏休み前にね、こんな買い物を今回いたしましたけれども、皆さん参考になるものあったかな。冷凍の焼き芋とかさ、あと何、あんこ、うん、あれなんかはさおすすめだよね、うんはい、そういったもの、バナナなんかもね、コストコに行ったらぜひ買っていただけたらと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。クルーズ船のね旅もちょっと残っておりますけれどもこれとどっちが先かなはい、マンション生活でね、こんなものを今回は初めてマンションでの買い物をとにかく少なめであんまり買い置きしないようにと思って買ったんですけど、ちょっとやっぱりそこそこ買ったかなとは思っておりますはい、また次の動画でお会いしましょう、はい。